はい、皆さんこんにちは、マナルグルビッシュです。今回はギレンの野望ジオン独立戦争機ジオン編、難易度はハード、続きをプレイしていきたいと思います。前回前々回とですね、オデッサ作戦でギレン総帥自ら地球へ降下したんですが、レーヴル将軍のビグドレ、これが撃破できずに敗退が続きました。今回は3度目の挑戦です。ギレン総帥が指揮する部隊を大幅に増強してみました。これでちょっと望んでみます。そしてギレン総帥も自らザクに乗り込むというね、もうなりふり構わない作戦を取っていきたいと思っています。では早速オデッサ作戦始めていきましょう。レヴィル将軍がオデッサの拠点でビッグトレイに乗ったまま居座ると、まず間違いなくザクでは撃破が難しいということがよく分かったので、今回はレヴィル将軍が拠点に入る前になんとかね、これを叩くと、あるいは拠点への進路を阻む、まあ、こういうことをやっていきたいと思っています。そのためにはある程度の物量も必要になるかなということで、ギレン総帥の、ね、部隊を大幅に増強して臨んでいます。では早速オデッサの攻略作戦始めていきましょう。策略は士気の増強と防御力アップ、回避力アップを入れてあります。まあ、序盤どれだけね、損害を出さずに、戦闘を進められるかというのもポイントになってきますので、しっかりそのあたりはね、見極めていきましょう。まあ、特にミデアですよね。ミデアとかは、エネルギーを無駄に消耗するだけというのもあるので、まあ、できれば、まあ、ミデアに関してはあまり、こちらから攻撃を仕掛けるっていうようなことはね、したくないかなとは思うんですが、とはいえですね、やっぱり、やらなきゃいけないところはあるので、まあ、見極めながら進んでいきましょうか。では部隊展開していきます。では部隊展開しました。まあこの編成の中では、ここにいるコムサイですね。このコムサイが唯一回復できるものになるので、まあコムサイが撃破されないように注意しながらですね、冒頭でお話した通り、レヴィル将軍が拠点に入らないように迅速に進軍をしていきたいと思います。ここは3連星ですね。本気で行くぞ。3連星はこの中ではね、数少ない索敵のできるユニットなので、ここもね、しっかり撃破されないようにね、温存しながら戦っていきたいと思います。デラーズ閣下の心にはギレン総帥もいる。エネルギーの無駄打ちは防ぎたいんですが、邪魔になるようであればミデアも攻撃していきます。どけどけ、道を開けろ。は有利ですね。爆撃機はね、モビルスーツに対してもある程度ダメージ取ってくるので、ダメージを受けたモビルスーツは後ろに下げましょう。で、3連星もちろんギレン総帥もなんですが、撃破されてはいけない、ユニットもあると思うので、まあ、そのあたりはね、しっかり防御しながら進んでいきたいと思います。残念ながら先ほどの戦闘でノリスが撃破されてしまったんですが、それ以外は順調に来てます。あとコムサイがね、一気、不用意に少し前線に出したところを撃破されてますね。グリーンウッドがやられたか。全力で戦った結果だ。少し想定よりもパイロット乗りにダメージが出たり損害が出たりしてるので、まあ、ダメージコントロールですね、十分に注意をしていきたいと思います。ここで有利まで撃破されると、軍団長が撃破されるというのはあんまりね、指揮的にも良くないですよね。レヴィル将軍のビッグドレイ捕捉しました。ここにいます。なのでビッグドレイは無視して基地中心部へと進軍をします。ビッグドレイは無視、まあ、できれば前線に引きつけておいて、その間にビッグトレイの背後に回って
ビッグトレイを攻撃せずにオデッサの中心を目指します。注意点は、今ちょうど登場しているこのギレン総帥ですね。このギレン総帥が撃破されないこと。圧倒的じゃないか我が軍は。マッシュ様を舐めるな。マッシュ、オルテガ、ガイア、まあ黒い三連星ですね。これはまだ健在です。ここでマッシュが撃破されてしまった。マッシュはもうちょっと下げといてもよかったかな。オルテガもちょっとダメージ受けてますね。まあ、マッシュがいなくなってしまったのは痛いですけど、まあこれはもうしょうがないので、このまま先へと進んでいきましょう。本当ね、きっちり、策敵を当てながら進めていくというのがね、もちろんセオリー中のセオリーだと思うんですけど、まあもうここに至っては、まあ致し方なしという状況もあると思いますので、もう進んでいきます。まあ、とにかく、ビッグドレ、これをね、相手にせずにどうやって勝ち切るか、なのかなと思いますので、まあ、そこだけね、しっかり意識してやっていきたいと思います。では、オデッサ攻略作戦の第2ターン目に入ってまーす。策略は同じく指揮紅葉と、闘技力アップ、回避力アップを入れてあります。コムサイ3機全部撃墜されてしまいました。もう回復する手段がなくなってしまったので、敵のやっぱ航空機の足が速くてですね、前線に追従するコムサイが狙い撃ちされてしまってるっていう現状がちょっとありますね。で、ビッグドレイが拠点に戻ろうとしてる雰囲気があるので、拠点に絶対に入れないというために、拠点をちょっと囲んじゃいましょう。まあ、不本意ではありますけどね。ちょっと分散してでもここは絶対に敵を、レビルをオデッサの拠点に入れないぞと。まあそういうところをですね、狙いがね。さあ、うまく敵の拠点を囲むことができました。居座っているのはミデアですね。これだったら撃破できるはず。撃破できましたね。レベル将軍は、この状態だと拠点の中に入れないと思うので、拠点の中に入ってこようとする他の敵機を撃破しつつですね、レベル将軍をこのまま孤立化させていきましょう。ようやく敵の拠点、占領できるところまで持ってきました。あとは誰に占領させるかですね。だいぶ苦労が多かったので、ここは感無量。そうだな。そしたら、ジョニー・ライデンあたりに任せたいですが、ジョニー・ライデンに、まだ、余力があるか、余力ありますね。では、制圧します。これで、このオデッサが一応ね、我々のものということになりました。あとは暫定相当へと移っていきましょう。レビル将軍、撃破しました。さすがにね、補給を断たれた状態であれば、レビル将軍でも倒せますね。レビル将軍の指揮範囲が消えたので、暫定相当作戦がね、一気に進むんじゃないかなと思います。このままオデッサの占領進めましょう。では、暫定の相当も完了しました。オデッサの攻略完了です。いや、ハードにするだけでこんなにきついとは思わなかったですね。勝った。降下部隊の第一陣がオデッサの制圧に成功しました。うん。第一次降下作戦は完了したようだな。全軍に戦闘中止命令を通達せよ。了解しました。地球降下部隊の第一陣がオデッサの制圧を完了した。引き続き第二次降下作戦を開始させろ。はい、予定通りに。北米の穀倉地帯が確保できれば、慣れぬ地上での戦いもいくらか楽になりましょう。任せたぞ。ガルマ、聞いての通りだ。
直ちに作戦を開始しろ。地球方面軍司令としての責務を果たせ。はい、お任せください。姉上、こう焦るな。作戦の遂行を第一に考えることだ。私とてザビ家の男、心配は無用です。朗報をお待ちください。ギレン、地球方面軍司令の地位ダルマには荷が重すぎるのではないか。そうなんです。今回はこの地球方面軍司令をですね、ガルマではなくドズル中将に任せようと思ってます。で、具体的な編成ですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。ドズルの機関にはですね、ランバラル隊を配備、さらにガルマのところには、まあ、因縁のキャラクターと言っていいと思うんですけども、シャア、これをね配備してあります。ガルマのところにはシャア、この時はまだ少佐ですかね、シャア少佐を置いてあります。そしてこの北米攻略作戦の司令官はガルマではなく、このドズルザビ中将に任せたいと思っています。では次回はですね、早速遅れを取り戻すために、この北アメリカ上空から北米へと第二次降下作戦を発動していきたいと思います。今回はここまでにさせていただきたいと思います。